ワープゾーンのところで上下。あ、もう赤がハマった、赤く。お化けはめてこう。ワープゾーンのところで上下。あ、もう赤がハマった、赤く。じゃあ、あれセーフなんだ。ピンクが来て上下で余らない。ハマった。あ、ハマった。まあ、大体もう2匹はめたらもう大丈夫。この追っかけの厳しい2匹を上下テクではめると、はめると画面端にしか動けなくなると。ワープゾーンのとこで上下すると、上下すると、いわばあのワープゾーンってパックのあって普通1キャラ分しか高さないんだけど、このゲームってなんか半キャラ分ぐらい、あ、間がでかいんですよ。でワープする直前で上下すると、なんか敵がここの上下でここを移動するっていう、こう移動しちゃって、そのまま移動して乗っちゃうとずっともうこう走るしかできなくなる。できた。あ、できた。この 2匹までなんだね。いや、4キャラ全部いける。4キャラ全部いけるんだけど、あの青が結構ね、めんどくす、あの難しい誘導があって、オレンジはもうあのいわばビビリで攻撃してこないから、あ、やる必要がないんだね。ない。赤とピンクさえあればクリアはできる。で、上下のワープは下から上はいけるけど、そう、上から下は、上から下はなぜかいけない。でもね、敵は上から下にワープしてくるピラニアのデモ。ごめん、クリア。何これ何これ